はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。さあやってまいりましたね。今回はですね、アイランドのネクストミッションですね、課題曲が3曲ございまして、フェイクラブ、DNA、そして I Need You ということでございまして、この3曲のダンスは一体どんな観点から見たらよろしいでしょうかというところをね、お話ししていければなというふうに思っておりますと、3曲あって、で、ヒスン君がね、歌でフェイクラブってちょっとやっぱ難易度が高いと、3曲の中でもとりわけキーが高いので、ちょっとなぁ、不利かもしれないなぁ、みたいな発言がありましたけれども、ダンスもですね、ちょっと同じような観点でお話ができるかなっていうふうに思っておりまして、まああくまでも僕がちょっと踊ったりとか、まあ見ていった中での感覚的なお話になるんですけれども、ですね、結論から申しますと、一番難しいのは、フェイクラブなんじゃないかなっていうところがあります。で、一番、今回のその審査の中で評価されやすいんじゃないかなっていうのが DNA なんですよ。で、I Need You はメンバーの方たちがどこまでそれを消化したかっていうところになるかなっていうふうに思っていて、それぞれに、まあ、長所と短所といいますか、その踊りやすさ、踊りにくさみたいなところがあると思うんですけど、そこをですね、ちょっと細かく見ていきますね。なぜフェイクラブが一番難しいのか、そしてなんで DNA が一番踊りやすいというか、今回その審査に向けてまあ相性がいいみたいなところなんですけど、なぜそうなのかっていうところをお話ししていきます。で、I Need You っていうのがなぜ一番踊りやすいのは、ちなみに I Need You なんですよっていうのもあって、ちょっとね、いろいろ見ていきながら、本家のバンタンの方たちを見ていきながらお話ししていきましょう。まず一番最初、フェイクラブから見ていくんですけれども、フェイクラブのダンスって基本的には瞬発的な筋肉の使い方が多くて、あとはその速度ですね、瞬発的にブン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 って動かした後に、そこからブーンっていう風にこの流していく振りがね、ずっと続いてるっていうような質感を出していくんですけれども、グルーブじゃないんですよ、質感なんですよね。で、グルーブじゃない理由がですね、リズムがほぼないんです。フェイクラブっていうのは、フェイクラブ、フェイクラブ、フェイクラブっていう風に乗ってないじゃないですか、踊ってる時に。そこなんですよ。フェイクラブドンドン、フェイクラブドンドン、フェイクラブドンドンっていう風にシュンシュンシュンカッカッっていう踊り方が超大変です。揃えるのが一番多分難しいんじゃないかなっていう風に思ってて、リズムがあればこうやって乗ってるところのこの上下の動きでもう揃えられるんですけれども、フェイクラブの場合はどちらかというと、そのスピードをみんなで揃えていかなきゃいけない、みんなが同じ速度を出していかなきゃいけないっていうところが一番のミソになってくるかなと。で、曲調もちょっと暗めじゃないですか。明るい感じでフェイクラブしてないっていうところもあって、見ている人たちにどれだけそのちょっと曲の雰囲気、暗めの雰囲気をちゃんと伝えることができるかっていうところの演技力みたいなところもあるんですよね。見ていきますね。例えば1分16秒なんですけど、歌詞がメインになっているということで、今のところタランタランタンタタタランっていうジン君のその歌に合わせて振りが続いていくんですよ。で、踊った後に手を伸ばしていくじゃないですか。っていう風にナラン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 ナーナーンっていう、その声のところのブワーンっていうのを手でブワーンっていう風に取っていくんですね。ダーランじゃないです、ラーランっていう風に繋がっていくと。で、その後も今みたいなところですね、早振りしてから手出して落としていくみたいな風に、なかなかそのつなぎつなぎみたいなところがね、多いんですよ。なので、ぶつ切りであんまり踊れないっていうところもある。で、今踊ってるこの内容をリズムではなくて、その速度で、あとはそこに感情とかもあるので、表情もちゃんとこうリンクさせていかなきゃいけないっていうところで、結構揃えにくい方で揃えなきゃいけないんですね。リズムで揃えるってなったら揃えやすい方で揃えるなので、必然的に揃えやすくなるんですけども、こういうところかなぁと。ここら辺この質感なんですよね。ドゥルンドゥドンバン、強めのヒットも入れていかなきゃいけない。全部が全部こうではないんですけれども、アクセント強く取ってっていう時にいかにそのドンを取れるかっていうところもあって、でプラスそこに対して俊敏な動きも入れていかなきゃいけないっていうところと、ふわーっていうところがあって、リズムがないと。いや、だいぶなんですよ。なので、もう聞いてるだけで結構ゾッとしてきません？え、マジ？みたいな。え、マジ？みたいな。マジ？っていうポイントがかなり多いんですよね。あとね、49秒とか。ここら辺もですよね。ガクッと崩れ落ちる時のこのジミンちゃんの落とし方をみんながやっていかなきゃいけなかったりとかね。チャンチャンチャッチャッドンっていう風に、タッタッ、ここをクロスして上げて入れて貼って、ドンっていう風にやった、ここのアクセント。早いところと、
ドンっていう風にアクセント強く取るところと、その後の余韻をみたいな、今言ったこの3要素がこの一瞬に全部入ってるんですよっていうのがずっと続いていくわけなんで、だいぶ負担でキーが高いわけですよね、歌のね。いやーすごいよ本当に。で、あとはこの角度ですよね。皆さんがこう耳を塞ぎながらこうやって動いていくっていう、ここのその表現力ですよね。ちゃんとこれ切なくなきゃいけないと言いますか、この表情を一人一人が出していって、で、真ん中の人はブンブンに踊ってってっていう、その早い動きとゆっくりの動きを一緒にこう見せていくみたいなところもあったりしてて、だいぶ大変だと思います、これは。ここで鍵になってくるのが個人的にはソンフン君かなっていうふうにちょっと思っていて、そのフィギュアスケートで培ってる表現力って相当なものだと思うので、その感情表現ですよね。顔と、あとはこの手先を使った動かし方。あとはまあ筋肉強い方なので瞬発的な動きも強いと思いますし、で、ヒスン君もなんだかんだやっぱりその動きのキレっていうのは抜群の方なので、ヒスン君とソンフン君かなが結構鍵。で、表情のところでソン君がどこまでその相手見ててる方たちの感情をこう引っ張ってこれるかみたいなところと、で、滝くんがあとどうこれねパフォーマンスするかなっていうところがちょっとまだ僕ね想像ついてないんですよ、逆に。なので滝くんがめちゃめちゃやべえっていうパフォーマンスをした時に、多分チーム全体がやばっていう風になると思うんですね。うわ、そんな滝くんが見れたのみたいな風になると思うので、難易度めちゃめちゃ高いんですけど、期待値もその分高くなって求められるものも高くなるので、そこ全部クリアした時にめちゃめちゃ強いんじゃないかなっていう風に思います。完成度次第だと思うんですよ、本当に。一か八かみたいなところだと思うんですけどね。でもね、頑張ってもらいたいなっていう風に思います。からのですね、 DNA 行きましょうか。 DNA はですね、先ほどのフェイクラブと比べてリズムがあるんです。例えばもう初っ端から乗ってくわけですよね。トゥルルルっていう風になると。で、ここで、K 君、ニキ君、J 君、ハンビン君という風なこの4名の方たちですね。もうゴリゴリにダンス踊れますよっていう方たちが本当に多くて、ハンビン君で言えば多分 DNA なんてもう踊りまくってると思うんですよ。例えばその YouTube でそのカバーダンス集団がいるじゃないですか。あのチームで多分 DNA なんてもうたくさん踊ってると思うので、結構よしきた。まあ、多分何でもよしきただと思うんですけれども。で、そこに対して、ニキ君、K 君ですね。ここら辺のリズムの取り方とかやっぱ上手いので、リズムベースになって踊るってなった時に、もともと結構ダンスに深くこう関わってきた方たちでもあるので、得意分野なんじゃないかなっていうふうに思います。で、J 君に関しても、そのリズムの取り方とか、その繊細な動きでみんなで線で揃えるっていうのをこういう、ノリですよねっていうところでの、ジェイ君の性格的にも DNA って結構合ってるんじゃないかなっていうふうに思って、個人的に一番、オッズが高いという言い方はあれなんですけども、DNA チーム、ここのチームが、すごく相性がいい曲と、メンバーのそのスタイルとの相性がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。曲調も明るめなので、見てる側としてもいけいけっていうふうになるじゃないですか。DNA っていうふうになるので、見やすい。で、リズムがあるので揃えやすいっていうところですね。で、踊り方に対してはですね、結構止めていくスタイルかなというふうに思いまして、例えば、ここら辺ですかね。今みたいに入ってきた時にこうやってリズムで入れるんですよねっていう風な、こういうみんなでワイワイするようなテイストをふんだんにこう散りばめているっていうのもあって、多分踊りやすい、感情移入というか感情乗せやすいですね。悲しいものよりはみんなでワイワイヘーって言ってる方がやりやすいじゃないですかっていうところと、見てる側も多分こうなると思うので、そこに対しては結構有利だなっていう風に思うんですね。で、この後今みたいにバッっていう風な止めてく動きの中で止めてくシーンが結構多いので、フェイクラブみたいに流していくっていうところが少ないんですよねっていうのもあって、割とこう踊りやすい、揃いやすいかなっていう風に思っちゃいますね。はい。で、あとは12秒かこのあたりで振りが早いんですよ、言うて。という感じでございまして、この早振りがいかに揃うかっていうところですね。瞬発的な動きで細かい振り数がね、多分多いんですよ、DNA って。なので、その細かい振り付けに対してどこまでみんなが正確に、だん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 っていうところを揃えられるかなっていうところかなと思いますね。で、あとはインパクトということで、17秒。この、
ットドンっていうところのヒットアクセントをどこまで強く取れるか。フェイクラブもドゥルルダンダンドゥルルルダンダンなんですけど、あそこに比べると DNA の方が多分もうちょっとねインパクト強いんです。ドゥルダラドンドンダラドーンズッタドクドンっていう風に打楽器音が結構強く聞こえる音楽にもなっているので、そのインパクトですね、ここでヒットが例えば弱かったりとかすると物足りなくなってしまうっていうのもあって、元気でイケイケな音楽だからこそ、そこの元気でイケイケにちゃんと自分のそのモチベーションだったりとかアドレナリン出してイケイケに持っていかなきゃいけないっていうところはちょっとあるかなっていうふうに思うので、本当にねあとは楽しんで踊れるかっていうところだと思います。でインパクト重視かなっていうところは結構大きいですね。今みたいなズンダラズンダラっていう動きも多いじゃないですか。やっぱドーンっていうアクセントに対する強さ、インパクトをどこまで出せるかな。ここら辺は結構ノリですよね。いかにここでみんなをハッピーにさせられるかっていうところ。で、例えば。ここもめちゃくちゃ早いのよ。さらーっとやってらっしゃるんですけどね、ここほんと大変なの、足元。ここもね乗ってるんだけども、あとは体力、本当に体力、休む間が全くないですからね、この辺ね。でここら辺早いですよね、全部インパクト、インパクト、インパクト、今の2つもインパクト。で、あとはここを多分4人でやるので、多分3周ぐらいできると思うんですよ。ドゥン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 みたいな風になると思うんですけどね。はい。で、からのですね、I20 チーム見ていきましょうか。I20 チームですね、実は個人的に一番踊りやすいんじゃないかなっていうのが I20 でございまして、振りの数ですかね、が多分一番少ないんですよ。繰り返して踊れるっていうところがあるのと、あとはその振り付けの速度と、あとは、直線的な動きに対してリズムを取っていくみたいなところもあって、フェイクラブと DNA で言った特徴を割とこううまくミックスして、踊れる曲なんじゃないかなっていうところが I20 でございますと。でポイントは、フェイクラブとも一緒なんですけども、雰囲気作りかなっていうふうに思って、例えばなんですけど、ちなみにこれ踊るのがですね、ジョンウォン君、ジェイク君、ゴヌ君、ダニエル君ということで、ゴヌ君、ダニエル君、まあでもジェイク君もそうか、でもとりわけゴヌ君、ダニエル君って結構その感情的な歌を歌うっていう、それこそ出てた方たちじゃないですか、ボーカルのあのバトルで。ゴヌ君もダニエル君もめちゃくちゃ感情表現うまいなと思っちゃって、うわーって引き込まれるじゃないですか。あの方たちが I20 をやるっていうところで結構ね相性いいんじゃないかなっていうふうに思うんです。でダンスでところでジョンウォン君いて、ジェイク君がいるっていうところもあるので、この方たちがどれだけあとダンスを引っ張れるかっていうところかなというふうには思うんですけれども、例えばですけど一番最初は寝っ転がってるんですよ。寝っ転がってスタートって、3曲あるうちの I20 だけじゃないですか。なので、多分、まあ、休めるというほどではないですけれども、スタート的には緩やかかなと。ここら辺もそうなんですけど、結構待機が多いですね。こういう風に歌ってる方がいらっしゃって、他の方たちも結構そこに感情を浸して、それぞれが踊ってはないんだけれども、I20 な雰囲気でいなきゃいけないっていう、この統一感をどこまで出せるかっていうのがちょっとあります。フェイクラブって結構思い思いのフェイクラブでもいけるかなっていう、外にアウトプットしていく振り付けなので、ある程度そこで個性が出せると思うんですけど、ここら辺って、個性出しすぎずにちゃんとみんながおのおの同じ気持ちを持たなきゃいけないのかなみたいなところがちょっと感じてるんですね、個人的には。なのでここでなんかその頭抱えてあーって泣き出すみたいなシーンはないじゃないですか。ある程度皆さんの中でこうバランス取れてますよね、こう思いふけるみたいな。ここの表現力、動きが少ないからこそ逆にどう見せられるっていうところですね、感情表現で。ダニエル君とかゴノ君結構ここら辺強いんじゃないかなと。ジョンモン君、ジェイク君の目見てみたいですよね、そこら辺。ジェイク君とかあのイケメンがその思いに浸った I20 の顔をどんな風に見せるんだろうなみたいなところも期待できるんですけれども、まあこんな感じで動きは少ないですと。でこの後
ここで踊り始めるんです。49秒です。ほぼほぼここまで踊らないっていうところがあるので、比較的ダンスの観点で言うと踊りやすいかなと。でこの振り付けが B メロ2番もそうですし、ラストもそうなんですけど、同じように使われていくっていうところもあるので、覚えなきゃいけない振りの量で言ったら他の2曲に比べたらそこまで多くないかなっていうふうには思います。そしてサビもちょっとこうノリが入る感じだね。腰使って繰り返してるんですよ。同じサビなんですけれども、同じ振りを繰り返しながらもう一回踊っていくっていうところがあるので、ここもそうですよね。でここです。とはいえここだよね、ポイントはねっていうところが、この質感をどこまで出せるかっていう1分3秒なんですけど、この I20 の乗り方ですよね。これね、結構ね、この質感出すの大変だと思うんですよ。バンタンの方たちがやってるからこそ、こんなにかっこよくてセクシーになるんですけれども、まあ、ここでね、ジョーン君、ジェイク君、ゴノ君、ダニエル君、どう、こう、乗れるかなっていうところがちょっと期待大っていうところです。僕はね、この乗り結構、シンプルな動きではあるんですけれども、結構難しいなと、目線の配せ方とかね、思いましたでございますかね。あとは1分13秒の細かい音取り、この後。という風にツンタタツンタタツタタツタタタっていうところの音を結構細かく取ります。この音後もそうですね。今のカカカとかもヒットを細かく入れなきゃいけなかったりとか、このツンタンツンタンツタツンっていうところもそうなんですけど、結構変則的に音に忠実に踊っていくところが必要かなと。で1分40秒とか、今みたいな細かいところなんですけど、バンバンにブリブリに踊るわけじゃないんですけど、細かくスススス、はぁ、さっさ、みたいな、こういうテイスト、どこまで突き詰められるかっていうところだと思うので、それぞれがそれぞれに結構課題と言いますか、必要とされるテイストは多いのかなっていうふうに思います。見ていただいて、聞いていただいて、今なんとなくそれぞれの特徴分かったと思うんですけど、皆さんだったらどれ踊りたいですかっていうところですよね。審査、自分が審査される側で、その曲選びで変わってくるわけじゃないですか。ベストパフォーマンスしたいですし、なるべく踊りやすい曲でやっていきたいなっていう気持ちも多分あると思うんですけども、難しい難易度の高い曲でやれば、やっただけやっぱね、評価も高くなると思うんですよ。難しいだけに。3曲ありますけど、審査する方たちって、もう分かってると思うんですよ。3曲の特徴。で、皆さんのレベルも多分分かってると思うので、そこに対して、じゃあみんながどれだけこう頑張ってったのみたいなところを多分見てくださると思うので、トータルの、クオリティもそうなんですけれども、そこに対する、まあその過程ですよね、だったりとか、まあ結果が全てだとは思いますけれども、多分そこら辺もちゃんと考慮してみてくださると思うので、フェイクラブチームがもう本当に不利だぜとかっていうわけではないんじゃないかなっていうふうに、審査員の方たちの観点的には思うんですが、客観的にやるってなったらフェイクラブが多分一番きついと思います。ダンスに関しては。で、体力的な面で言うと DNM の振り付けが多いので、DNM も結構大変。です。ただみんなでこう乗りながらっていうところがあるので、楽しんで出せればすごく統一感があって見やすいダンスになるんじゃないかなっていうところですね。I20 は、一番踊りやすいと思います。振りの数が少ないというところもあるので踊りやすいんですが、いかにその質感をみんなで統一できるか、表情だったりとか、I20 の世界にね、持ってかなきゃいけないんですよ。DNA は多分見てる人たちにこう、うわーって、とにかくこっちが楽しいぜってやってれば伝わると思うんですけれども、I20 の場合はちょっとみんな来てっていう、僕たちを見てきてよ、見てってよみたいな感じに多分させなきゃいけないと思うので、いかに引き込めるか。フェンクラブも同じだと思いますけどね。はい、という感じで、なんとなく皆さんの中でも分かったんじゃないかなというところがありますのでね、コロナもなんかこう落ち着いたということで撮影が再開したというね、お話もありましたので、待ってましたというところでございますからね、引き続きみんなで応援していければなというふうに思います。リクエストや質問がありましたら下の方からお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。